皆さんこんばんは AKB ファーティエットチームメイト広島県代表のノのんのこと熊本ひろんです。よろしくお願いします。やー！<laughs> 今日赤だ。そう最近さ赤と黄色しか着てないのなんかさもう半袖の長 T がどれほど楽かこのおうち時間とかもうどれほど楽かこの格好がもうあの半袖ロン T のありがたみがわかるよね。 本当にありがたみが分かりますよ。今日さなんかねなんかねあの昨日の昨日のね夜にあのさ前髪をさこうやってこうやって今やったらちょっとおかしいけどさ今やったらちょっとおかしいけどあの。 あのね、こうやってこうやって「桃太郎」にしてピンをこうやってカシャンって止めて寝たのもう前髪がもうここにあるのがうざすぎてカシャンって止めて寝たらね見事にねもう癖ついて取れなくなっちゃって今日はこんな感じのちょっとおかしめの前髪になっております <laughs> ちょっとおかしい前髪になってるんですけれども許してじゃん許してじゃん そうですよ。今日はメイクどうなに？うんとね、でも今日は、うん、でも今日はアイラインをこここから、まあの黒目のところから引いちゃったから、目が濃い人みたいな感じになってる。でもショールームってさ、目濃く映るからさ、あれなんですよね。 こう見たら別にそうでもないんだけどあとここにピンクのラメ入れちゃったからかな濃く見えるごめんなさいごめんなさいちゅうまちぇんそんな感じするね目がちょっと今日はねはっきりした人になっちゃったんだけどいつもはさあの目尻しか引いてないんだけどさ今日はまあ茶色だったからまだ良かったかな茶色のアイラインをですね黒目から引いちゃったのであとピンクのラメをあのここの黒目の下にピョン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 って入れちゃったから ですかねっ <laughs>、ね、つって暑かったあったそれなも配信するから窓閉めちゃったんだけどさ今めちゃめちゃ暑いもんさっきまで窓全開だったんですけれどもハイライト何使ってるえー、っとですねハイライトは今日今日は部屋何使ったのかな今日何使ったんだ部屋のどれだろう ごめん覚えてない <laughs> 覚えてないえっんだっけな今日今日何使ったんだろう部屋の覚えてねごめんレブステありがとう今日はねなんあの髪の毛を結んでおりますので謎にしかもねここいつもお酒の内巻きしてからポニーするんだけど何にも何にもせずにさ何にもせずにしちゃったんです 今日は広島外の風強かったねえ強かったね今日ビョーンビョーンビョーンみたいなやばかったもん今日やばかったですよ今日はブンブンブンっつってまだヤムちゃん来るよね大丈夫あの網戸閉まってるから網戸 <laughs> 網戸やってるから明日は皆様明日は水曜日でございます明日は水曜日なんですけれどもやャちゃんはおがくがありますお学友がくがおがくがございますので やんちゃんは朝から学校に行ってまいります頭蓋骨きれい初めて言われたわ <laughs> でも頭の形きれいってよく言われるその中走ったのイエスイエスプレテいい感じありがとう明日は20日だね20日なんだ明日明日は学校ですやんちゃん頑張りますさっき LINE で「あ,あ明日なんか課題あるっけ?」みたいな 明日が課題あるって言われてわかんないってみんなわかんないっつって <laughs> 学校再開うん週1にね絶対ある週1絶対あって 6, あの6月から学校再開なんですけど週1はね必ずあるんですよ学校が他は全部オンライン授業なんですけどリモートワーク,ーワークイェッそう解決するもうグループラインに送るのが間違ってるひゃたちのグループラインマジであの <laughs> あの授業ない。授業ないです全く。どうの頭いいの頭いいですよあの。<laughs> やな頭いいですよ。もちろん当たり前じゃないですかそんなの。当たり前です。やこは遅刻したらやばい。大丈夫ひよんたちあの三遅刻は30分までなら許される。 さ寂,、ねね、寂しいわ今日は今日今日めっちゃ喉乾くんだけどあお茶持ってくの忘れちゃった喉のがいるから広島身近イエーイ広島皆さんにとって身近なところであると嬉しいでございますカメラ高いとこあるかなそうですね意外と高いかもしんないうーんなんかねこうなってるピョーンってなってる <laughs> ピョーンってなってますあと今日はねいつもと照明が違うんですよ だからかなだからからもしれないなんかねこのライトが壊れたんですよねここはなんでだろう壊れてはないんだけどなんかつかなくなっちゃったんですよ電池切れ的なそんなことあるそうだからね急遽ねこっちのライトにしたんですよ「みんなの前でたくさん歌える」<laughs> 歌わないよちゃんと歌わないよ あの、ねあのー、アニメでいうさあのイケメンが座る席に座ってるんです私一番後ろの一番後ろの窓際の一番端っこの席に座ってるのであのイケメン席に座ってるのでね <laughs> もうなし何しても許される窓授業を聞きたくなくなったら窓を眺めて景色を越えてホハーンってやったりとか角だから先生角だからさ先生にさあの隠れて 寝れるとかさ <laughs> イケメン席そうイケメン席なんですよ私部屋の前がヒロイン席なんですよ部 <laughs> 屋の前がねヒロイン席なんですけど前と隣がヒロイン席です部屋の前はイケメン席なので <laughs> 人気そう部屋もう絶対そこがいいと思ってもう絶対にもう神様私をあの席にしてくださいと思って。 もうずっとお願いしてたのそしたらねまあ私神様に愛されてますからあのー、あのアプリでねアプリでね「ゥ、ね、ンゥ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 ンュン」ってそこになったんですよさすが私 <laughs> この話したよねこの話したこの話この話した気がするみんなにあのー、もう一回減らすか <laughs> もう一回減らすねなんかあのヒアラの格好の席替えってなんか 席替えってねアプリですするんででよアプリでしてあの一番最初の初日に行った席が部屋の窓際だったのは良かったんだけど窓際のね一番,一番,一番、ま、最前列の席だったんですよねでマジかよと思いながらでもまあすぐ席替えするっしよと思って、まあ、席替えをすぐしたんですよねでなんか席あのアプリで決めるからであの部屋の出席番号1番なんですけど先生がくじ引きで。 例えば5引いたらその5番の人から先生がくじ引き引いた順からアプリスタートして「てん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 」「パン!」みたいな感じでできるんですけど私1番だったんですけどでしょっぱなにね「じゃあくじ引いていくよ」「おっ1奥本」って言われてでお部屋のからやと思ってで「先生私一番後ろの窓際の席がいいんですけどお願いしますね」って言って「先生にそれは決められないけど」とか言いながら。 パっパン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 ってなったのが私の今の席一番後ろの窓際の席だったんでございます素晴らしいもう神様に愛されてるやっぱねアプリってさやっぱ神様がさ決めるからさやっぱ愛されてるなみたいなうえーッつって言われましたねあママがお茶持ってきてくれたありがとう 今シューって聞こえたから炭酸持ってきたのかと思った <laughs> そうシャーっつってシ <laughs> ャーってやりましたねであのー、去年と一緒のクラスの人は「さすがさすが神に愛されてる!」って言ってくれたんだけど、あのー、去年 と一緒じゃないクラスの人はすごいねあの子みたいなすごみたいなめっちゃなんか「えあそういうガッマジレスしますか?」みたいな反応されてちょっとひアちゃん困っちゃった <laughs> ちょっとひアちゃん困っちゃったよねあマジレスされた?」と思いながら <laughs>「と思いましたね <laughs> え「えあの子すごいねえすごみたいな。

1年生から3年生で集まって授業をするとこ,こととかもあって先輩と後輩とかすごい仲いいんですけれども仲いいんですけれどもあのー、まだです3年生の方とはもう仲いいんですけど去年からずっと司令だから1年生とねまだ会ってないんですよねあの会、ー、ったっていうか廊下で「お疲れ様です」みたいな「あーこんにちは」みたいな挨拶され挨拶はされたけど全然全然なんならあのー 自分のクラスの名前、名前すら、名前と顔すら覚えてないけど、1年生の子の顔も名前も全くわからないから、やろちゃんはどうしたらいいのか <laughs>。この前さ、なんか、この前ね、私あ、あの、私 D 組なんですよ。D 組なんですけど、あの、D 組と E 組が混ざってるんですよね。その、クラスに。クラスに混ざってるんですけど、 あのこの前で、e、D 組はね去年からずっと一緒だからわかるんですけど E 組の人がね初めましての人多くてあの全然分かんなくて誰が誰か誰が誰か分かんなくてでこの前オンライン授業でさまだ部屋の学校3日しか行ってないからさ始まってまあまだ3日しか学校がな,ないっていうのもそうなんだけど私今んとこ皆勤賞なんですよずっとみ全部3日行ってるしでそうね3日ねあ,るあったあ四日間4日間か。 6日間いやじゃ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 5か5日か学校始まって5日で私今んとこまだ解禁症なんですけれどもであのー、5日でね始まっても5日でさそんなさ十何人もさ覚えられるわけないじゃないですか E 組の方たちでさこの前めちゃめちゃ困ったのがさあのー、オンライン授業でさあの丸読み現代文のね丸読みをしてたんですよなんか読んだけどね多分みんな聴きたいだろうからヘラの音楽。 あーああ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 りましたよ皆さんありましたありましたこちらの現代文現代文のねこの音読をしてたんですよ「ミロのヴィーナス清岡隆之」 ミロとヴィーナスは眺めながら彼女がこんなにも魅力的であるためには両腕を失っていなければならなかったのだと僕はふと不思議に思い取られたことがあるつまりそこには美術作品の運命という作成者の預かり知らぬ何の,ものだと言っていい何者かも微力な協力をしているように思わ,れた思われてならなかったのであるみたいなこういう感じのねこういう感じのあのこういう感じのあのこの 現代文のねやつを丸読みしないとい,けない,い,けないとけいとで私あのさっきも言った通り出席番号1番だったので一番最初の文だったんで今,今読んだとこだったんですよ。で、まあ、こ,のこの文章ですね123455ページ分の5ページ分のなんかやつだからねあのー、私に3周回,回ってくるんですよその読むところが。でさ D 組の人は全員覚えて出席番号も全部名前も顔もね覚えてるんですけれども E 組の人をねわからないんです全然全く何もかもあの誰が最後なのかとか誰のだからさ E 組の最後の人が終わったらすぐピアノが読まないといけないんですけれどもその E 組の最後の人がわからないから誰の次に読んだか誰の次に読まないといけないか私はもう全くわかんないんですよ。でえどうしようこれ誰の次に読んだらいいのかなと思ってね。 人数数えたんだけどあこれ全く分かんねえよと思って LINE でね「待って E 組の方の名前全然分かんないんだけど誰の次に呼んだらいいの?」っつって <laughs> 誰の次に呼んだらいいのっつってで友達が「OK 教えるわ」っつって言われて「ありがとうございます」っつって「次の次」って <laughs>「次の次」って教えてくれて「あざうし」っつって読んだところが「空いや人々は草原に僕」 人々は草原に牧,牧草これなんて言うんだっけあのそれゆえ人々は草原になんとかがある限り自分の家畜を増やしていくことになりますって読んだんです <laughs> って読んだんですこなんて読んだんだっけなヒャ先生に教えてもらったけど忘れちったな牧,牧,草,牧草牧草だ牧草です 牧草がある限り自分の家畜を増やしていくことになります。で落ちました。<laughs> こちら現代文でした。ちょっとね、学校のサバの方がやっといて。はい、よっていう感じでね、あの友達に聞いて、あの次の次って教えてくれて <laughs>、それで読みましたね。無事、無事読むことができました。パチパチパチ。だからね早く名前と顔を覚えないと。 挨拶されてもさ挨拶されてもさ挨拶されてもさあの廊下とかでね廊下とかで挨拶されてもさ平尾ちゃん困っちゃうねもう先輩とかやったらさ「おはよう」って言われたら「おはようございます」って返さなあかんやんでさ同じややったら「おはよう」って言ったら「おはよう」でいいやんけどさ先輩もちょっと名,あの名前とかう,やうらはやなうらうらまやうらもやうらうん先輩も顔が 裏腹裏裏モヤモヤうま…なん <laughs> だっけうやむやうやむやうやむやな方も <laughs> …裏…うやむやの方もねあやふや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 の…あ…あ… <laughs> あやふやの方もね、いらっしゃるしね あやふや方もいらっしゃるかな先輩も顔、あやふやだし、あの、同い年の人もわかんないから、先輩、もしさその人がおはようご、おはようって言ってさ、その人は先輩でさ、平野、同い年だと思って、おはようございおはようって言っちゃったらさ、先輩にタメ口聞いた人みたいになるじゃないですか。だから平野は、老化大発されたら、わかる人以外は、おはようございますって返してます。キュン非敬語。<laughs> 全員に敬語使ったら、 そういうのないじゃないですか <laughs>。だからおはようございます <laughs>。こんな感じで言ってますね。本当に廊下で挨拶しないでほしい人に名札は書い,といてほしい名札。私は三年生ですとか私は二年生ですとか書い,いてほしいよね <laughs>。書い,といてほしいわ本当。どこも区別する,ことするところがないの。なんでやねんみたいな <laughs>。おはようございますって言ってる。 ちゃんと。ふ <laughs> ふ。長野やってたら、もう2年生です。3年生です。1年生です。って言っといてほしい。っといてほしいですね。学校でネクタイ違うとか、ね、ないです。部屋たちリボンなんですよね。だからネク、でもネクタイしてみたいこうやってさ、こうやってシュートとかやってみたいよ。テイクオルに熱っとかやってみたい。いやでも、ネクタイが良かった。ああ <laughs> ネクタイが良かったな。 本当に思うけどネクタイ縛りたいわシュッシュッシュッつってうちはなふだと靴の色が違ったええー、そうなんやへんなも一緒やなうんうん徐々にネクタイ、ね、かっこいいよねやったりありたいんですよあのシュ今日も暑いねつって <laughs> ネクタイを緩ませるっていう行為は女子が好きな行為ランキング第3位ですからね知ってますか皆さんそうなんですよ女子が好きなあのあのあの行為ランキング第3位なんですよネクタイをあの緩ませるっていう行為はそうなんですよ <laughs> イケメンスいけるからバイソー <laughs> それだマジネクタイしたい 2位,は2位はねなんかねあのあのシャツでシャツで汗をこうやってグイッてグイッて,グイッてあの汗を拭く行為らしいですよ。ヒアのはそうは思わない汚くねそんなんで拭いたらなあフのアはそうは思わないでもネクタイはいいと思うでも平野実際ネクタイ閉めたことないからあの歌,唱の歌唱のさ AKB のさあの歌のさ歌の結晶あの あの予選の時にさ部屋のさあの金のネクタイを縛ったんですよね金のネクタイを縛ったんですけれどもあの困ったよねこれどうやって結ぶんだと思って <laughs> そうですねあの歌唱王のさ AKB 歌唱王決定戦みたいなやつの時に金のネクタイしたんですけど私その時にねちょっとどうやって縛るのか分かんなくて焦りましたね <laughs> どうやって縛るんだと思って。 あとねハロウィンの時にあのねハロウィンの時にあのー、広島に本通りっていうところがあるんですけどそこにねあの渋谷ハロウィンごとし渋谷ハロウィンっぽくなんかみんなで仮装してブワーって人が歩くんですよあの広島の渋谷ハロウィンみたいなそういうねブワーってやつがあったんですけど。 あそこにね、私も友達とね、二人行ってたんですよ。でそしたら、現地でめっちゃ友達がいて、で、おーみたいな感じになってて、で、その一人の仮装、一人の人たちが、なんか、ネクタイを縛る仮装をしてたんですよ。なん、なんの仮装かはちょっと忘れたんですけど。ネクタイをさ、普段縛らないからさ、全く縛り方、結び方わかんなくて、結び方、全くわかんなくて、これどうやってやんのみたいな。えみたいな。 こういや違うなと思って YouTube 見てもあれめっちゃ難しいんですよねネクタイ結ぶの。ねえなんか部屋のと友達があの帰宅中のサラリーマンの3人組の方に声をかけて「すいませんネクタイ結べますか?」っつって「ネクタイ結べますか?」って言って「<laughs> 結ってってお結べるよー」っつって友達ネクタイ結んでもらってましたね。<laughs> サラリーマンでさ ネクタイしてたからさネクタイ結べるんだろうなと思ってね <laughs> そうですねユーチューブ全然わかんなかったのユーチューブ見てもこれどうやんのみたいなそうででその去年はあのふっかるすぎるあの行こうって言われた当日にあのハーレークイーンのねメイクだけしてメイクだけして あのパーカーにあの学校のスカートっていうスタイルで行ったんですよ <laughs> めっちゃ JK のスタイルで行ったんですけどもう今年はねあのバチバチに仮装していこうぜって友達とねもう話してるからあのバチバチに仮装するので皆さんお楽しみにしといてくださいね <laughs> で何の話してたかっていうと何だっけな何の話あそうそうそう制服の話かそう人の名前が覚えられないって話ですね 名前がれないキョン教師だとかこうやってあ友達キョンになってたこうやってお札ここにつけてやってました赤いチャイナドレス着てたすごいのはね難しいんですよねネクタイ結ぶのってでもヒャノはネクタイ結びたいあそう好き,だ好,きだあだ好きな好きなあれだ好きなあの好きなあの仕さの話かそうだそうだえっと2位があの あの体操服とか服で汗を拭くしてくださいピアは絶対嫌だそんなの嫌だやめてタオルで拭いてちゃんと <laughs> タオルで拭いてくださいそして1位は1位何だと思いますか皆さん1位何だといます。びっくりしちゃった1位えー、これなんだと思って1位はですねあの半袖で半袖であの T シャツをこうやってこうやってさまくってさタンクトップにする人いるじゃないですかなんかタンクトップにする人 こうやってめくってボーってここまでここまでめくってあの体操服に体操服やねや T シャツとかをここまでめくってなんかタンクトップにして着る人がいるんですけれどもそれらしいですよえ何がいいんですかねあの何がよろしいですかねあのやったら普通にタンクトップ着たらいいと思いますうんめくるぐらいならねタンクトップ着たらどうですか <laughs> と思いましたね <laughs> 何がいいんやろうな なんか暑っつっつってこうやってやるやるのが好きらしいですよヤノちゃんはよくわかりませんヤノ <laughs> ちゃんはよくわかりませんね何がいいんですかねあのタンクトップ着てくださいそれするんだったら <laughs> 一つもピントを、ね、えでもネクタイはわかるよネクタイはわかるやノも見たいもんここでこうやって <laughs> ネクタイ緩めるのこうやって で見たいですもんわかりますわかりますネクタイはわかるけど他二つはわかんねえわ <laughs> ナグセの寝まくりはナグセルの寝まくりはちょっとわかんないわ違う。待って見たいですね普通にネクタイむでも、ね、部屋の友達もねネクタイ緩ませるのめっちゃ好きって人がいてねあのわざわざね 見せててもらってたちょっとネクタイ緩ま,緩緩緩ませてもらっていいっつって <laughs> 面白かった <laughs> あ口からネクタイしていくあじゃあよく見せてね <laughs> こうやって手みたい<笑><笑>ネクタイしたかったな学校でしたかった4トグループのハロウィン衣装は何を着けばえかぼちゃかぼちゃ かぼちゃになりきりたい顔とかめっちゃ塗ってここにくきつけて <laughs> くきつけてやりたいですねし士会突然ネクタイ緩めだしたら捕まりそうそうなのネクタイ見て話されたら悲しいそんなことしないよネクタイを緩ませるから見ててって言われたらわかった <laughs> こんな感じになる <laughs> 今年はねハロウィン楽しみだな何の仮装しようかな

に行くでしなんでやねん, <laughs> なんでやねん <laughs> 今年はな何にしようかなでもなもう定番に魔女とかになろうがな魔女あのこういう帽子かぶって今飛ぶ練習してるからさ飛ぶ練習してるから魔女ハロウィンまでに飛べるようになっとけば魔女になれるよね 今掃除時間中にしてるから明日もするよもちろん飛ぶ練習任せてあの10月31日までに飛べるように練習しとくまだ飛べないのやのにはまだ長い道のりかもしれないけど諦めずに頑張りますので皆さんよろしくお願いします10月31日までに飛べるようになってでハロウィンで、あのー、やるから。 <laughs> シューって <laughs>。そう、どれか見をすぶと言いますからね。もう、100回だってやってダメなら101回やる精神ですから、私は。もう、任せてください。もう、10月31日にもう、ぷわーみたいな <laughs>。そういう感じになりまして、魔法を使えるようになるまでにもまだ、ね、3年ぐらいかかるので、ちょっと魔法を使うのはちょっと待ってくださいね、まだ。もう、とりあえず、タブ練習から始めるから。 <laughs> 自分の世界やな任せてだって人間に不可能はないんだぜ17歳になってるしね飛べるんだったら17歳になってるからもう飛べるっしさすがにさすがにねさすがに飛べると思うよただ <laughs> できてもちゃんと降りる練習も頼む <laughs> 降りてんからとるけるよねあれ これみたいな <laughs> ずっとひたすら飛ばなあかんやでもな今年の10月31日はな飛ぼうと思えばデッキブラシでも飛べるぐらいだもんねそう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 ですよだって私は今は飛びやすい飛びやすいね飛びやすい感じのあの魔女魔女,魔女っぽい感じのね あの浮き輪じゃなくてなんだっけえー、ほうきでや練習してるんですけれどもあの飛ぼうと思えばねもう何でも飛べもうだなん散り取りでも飛べますからね私はもうねあの練習すれば飛ぶ時どこに力入れればいいんだろう手やろ握る手だじゃん握る手じゃないぎゅーっつってピョンシュワって感じだから あのー、飛べるようになったら皆さんにもちゃんとねコツをね教えるのでねその時はみんなで一緒に飛ぼうねー飛ぼうねー「<laughs> <laughs> 魔女っ子めぐわー魔女っ子めぐわーあなたの心にしのび込む はいということでですね、皆様、一つお知らせがございます。プププルあのですね、23日の土曜日の15時から、過去3時からですね、あの、あの、あのとある企画をですね、あのグループさんと一緒に 合同でやらせていただきますということでですね皆様とある企画をねとあるグループさんとやらせていただきますので違います違いますそんな STU さんとか言ってない言ってない言ってないとあるグループさんあのグループさんとねやらせていただきますので皆様あの,の STU 特別配信ルームっていうところでねやるのであのね ぜひ皆様見てくださると嬉しいいでございますイエーイ <laughs> そして私のタックの相手がままさかのあのお方なのでねぜひねあの <laughs> いや言ってない言ってない配信のルームを言っただけであの、誰とやるとか言ってないから <laughs> 配信ルームの名前を言っただけなので。 ね、その方にその方との思い出についてちょっと触れていきたいかなと思います今からそうですねうん、まあ、あのお方とはですねあのお方とはですねうんとねユニバーは一緒にいたことあるでしょでグループも一緒だったユニットも一緒にしたことあるです あとご飯もたくさんでしょでプリクラも取ったことあるでしょまあたくさんいろんな思い出がありますね <laughs> たくさんたくさん思い出がありますねそうですね一体誰なんだ誰なんだとある方とは誰なのだ <laughs> 誰なのでしょうかそち,らの、ね、そ,ちょそちらはねそちらはねぜひね あの私のツイッターの方を見てくださったらね多分ヒントぐらいは多分分かると思うのでね是非ね見てくださいね <laughs> あのヒントぐらいは多分分かると思いますのであの是非ねあのそちらの方をね見てくださったら嬉しいでございます誰なんだろう誰なんだ一体 <laughs> 一体誰なんだ <laughs> ヒントぐらいは多分分かるのでねツイッターの方を見てください <laughs> ユニバ行ったことあるんだ小学校じゃな中1かな中1の時に中1の時に日帰りでユニバに行ったことがあります4人で千穂ち,ちゃんと平野とまるちゃんとまるち,ちゃんと行ってきましたねそうですよ写真もありますよちゃんと写真撮りました <laughs> 写真撮りました見たいですか見たいですか見たいですか 見せないです <laughs> あ言っちゃった間違えちゃった <laughs> 言っちゃったウケる言っちゃった受 <laughs> ウケる思いっきり言ってしまったわ今アリちゃんとヒナコは違いますその二人その○○ちゃんと○○ちゃんはあのちょっとあの NG の方なんですけど NG の方っていうか 多分皆さんご存じないと思うんですけども友達です普通に <laughs> そうですね湯庭に行って楽しんだ思い出もございますあとはあのグループが一緒でよく練習してたりとかステージ立ったりとかさせていただいておりましたそしてそしてそして <laughs> そして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 

とある企画をねその方とタッグを組んでとある企画をやりたいと思いますのでぜひ皆様あの23日の15時からぜひ見てくださいキャッそうですよあっミサやか, <laughs>、ね、<laughs> からさ <laughs> 16件16件の写真が来たんだけどどんだけ <laughs> どんだけ見せないの部屋のに可愛いかよどっちが頭いい <laughs> ミスと部屋の千代ちゃんと部屋のどっちも私 <laughs> 彼女からかうん嫁うちの嫁うん <laughs> がらすかねえ見てって言われて十,十,何十何件の写真がこれ <laughs> どっちも私そうですねぜひね皆様見てくださったらいいなと思いますぜひぜひ見てくださいねっひぜひ見てくださいねっ懐かしい記憶もたくさんございますでも記憶にないこともありますでもたくさんたくさん思い出があります はいぜひ見てくださいませ皆様詳細はねツイッターの方を見てくださったらヒントが得れると思いますので<お>はい <laughs> 夢のように作ってくれるのもう私の夢はもう完璧なのでそんなもう答えるまでもございません <laughs> <laughs> きよちゃん色白いからねいやあの方はねあの色白いからな。 かくかくだねありがとうハートハートヘなちゃんのヒントは難しすぎて困ってる <laughs> 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 ウケーえどうした何も言ってないんちょっと何言ってるか全然わかんないんん <laughs> 冗談何言ってるかわかんないです。バナナ。<laughs> 困った時のバナナです。バナナ <laughs> エミ。あ、エミリー。エミリー懐かしいわ。エミリー。<laughs> 困ったら、バナナって時はんとかなるんですよ。そうですよ。だから、先生に当てられたら。 バナナ <laughs> ポイントは口を開けてあのバカっぽい顔をしていうのがポイントですバナナ <laughs> ここポイントです口開けてちょっとあのねちょっとあのバカっぽい感じでね <laughs> エミリーどこ行ったん <laughs> バラ <laughs> バラっていいよね。ルールごまかせる。ということで皆様どういうことでかちょっとわかんないんですけれども23日15時から STU 特別配信ルームで。 あるとある企画が行われますのでぜひ見てくださいお楽しみにとてもとてもどちゃどちゃ面白い企画になると思いますのでぜひぜひ見てください皆様よろしくお願いいたしますパチ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 なんでも今日も抽象を塗って YES!FALL IN LOVE! 見ましたか皆さんた嫁がさコラボしてくださったんですよ皆さん見ましたヒアノの,の嫁可愛い,いでしょヒアラの嫁可愛 <laughs> い,いでしょコラボしたんだよわざわざあの子可愛い,いでしょヒアラの嫁何か名なヒアラの嫁は嫁 <laughs> 早かったね早かったでしょまだ見たない何ですと

ミスだなと思っ,たの思ってるよだってよさっきもねずっとお話ししてたんだよミスタと <laughs> 私は幸せですいい嫁を持ちましたしりとりからやすフォーリーナブなのすごい <laughs> なんだっけなしりとりりんごごまかさないでで電気気合いになれない 今更なんだよより戻したいいいのか俺で出なきゃ言わない一緒に乗ろう Yes f a l l i n g love <laughs> っていう感じかな <laughs> っていう感じです <laughs> すごくないこのネタすごいよね 一緒になろうからのイエスフォーリンラブやから。やった、幸せ、はやちゃん、幸せです。皆様のおかげで、はやちゃんは無事、幸せをつかみ取ることができました。ありがとうございます。<laughs> あの二人の空気感はやけつなかった。てんきゅう。明日かっこいいからく寝よう、とさなあかんわ。いっか、別に。<laughs> <laughs> いかは別に言いうい黒やからなえ「えこれちょっと髪の毛の色素が付着しちゃったんです」っ,ってさらにいけるかな <laughs> これ髪,髪の毛の色素です色素沈着しました髪の毛の色が爪に <laughs> 爪に色素沈着したので決してネイルじゃないですって何をネイルが一番お気に入りラベンダーです こうやってなかった。ずっと手を、手を脱ぐにしたらいいらしい。こうやって。先生、おはようございます。これ提出物です。先生、さようなら。こんな感じ。したら大丈夫かな。こうやってさ、ここをこうやって作る。 先生、これ提出物です受け取ってくださいこん <laughs> <laughs> な感じっしょ卑弥呼さま法隆寺を建てたのは卑弥呼さまです世界を一周初めて回ったのは卑弥呼さまです地球が丸いと言ったのは卑弥呼さまです 初めて宇宙に行ったのは卑弥呼さまです卑弥呼さまどんだけすごい人やねんてよなまあすごい人やねんけどさアイドル限定の笑いコンテストがあったのりにりね <laughs> 出るがな部のうん いい子様になりたいそれな部屋もなりたい人からあがめられたい <laughs> 人からあがめられたい座って神様とお話ししててお話ししてるだけでご飯が出てくる生活したい <laughs> 部屋もさまけで言われたいいろんな人に。 いい子様。部屋の様。って言われたい。う <laughs> ん。ママ頑張れ。ぽ <laughs>。やらそば。なんじゃ。な <laughs> んじゃ。な <laughs> んだ。なんじゃ。ゆってみ。<laughs> はあ。では。 いろんな教科に文句を言っていきたいと思います現代文現代の言葉は今使っている言葉なので習う必要がないと思います意味がわからない単語はないのであの時代の流れに乗れてないものが覚えればいいと思います <laughs> 次、古典 古典は昔の言葉なので覚える必要がないと思います人間は常に成長していく生き物なので覚える必要がないと思います <laughs> 次次何がいい次、数学数学は将来使うものが少ないと思います小学校で習うのだけで十分だと思いますエクスタス Y とか何に使うんですか 商品が、X、円ということは現実ではありえないので足し算だけでいいと思いますまたどう見ても合同なのにどうしてそれを証明しないといけないんでしょうかまた紙に書いてある点 P がどうして動くんですかおかしいと思います <laughs> あと何があるかな文句やるのはいえー 理科は <laughs> 理科は実験は必要ないと思いますその実験をしたところで将来何も使わずに医学に発展する人だけがしたらいいと思います医学にも何も役に立たない人たちがやってもあまり意味がないと思いますということで私はやらなくていいと思います <laughs> ついあと何の教科があるかなはい美術 <coughs> 美術は、お絵かきをしているだけなので、別にしなくてもいいと思います。お絵かきをしているだけなので、別に授業中ずっとやってます。お絵かきは楽しいですけど、祈るの歌がすごく面倒くさいので、やめてください。<laughs> 英語、あ、英語。英語はこ、こあ、今は、あのー、なんだっけ。この、アプリがあります。翻訳こんにゃく。 翻訳ができるアプリがあるのでそれで十分だと思います会話を心得る方は英会話レッスンに行けばいいと思います授業でわざわざ強制的に英語を習わなくてもいいと思います <laughs> 以上文句でした <laughs> <laughs> 拍手喝采、ありがとう皆さん。称賛の拍手ありがとうございます。皆様どうも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 ありがとうございます。どうも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 。<laughs> どうもどうもありがとうございます。<laughs> 称賛の拍手。 生徒が終わってなるのかそうなるおおっフピューピューピューってやりますね生徒の方々 <laughs> いつも考えてることだからスラさん出てくるんでしょ <laughs> 正解正解ですいつも私考えてますこのこと私がいつも考えてるのことはこのことと皆さんのことだよ将来 <laughs> が楽しみだよありがとう よく言われるでも初めて言われたからも将来が心配って将来心配って言われるのはよく言われるけど楽しみだよはちょっとよく言われないわ <laughs> 決まました <laughs> まあ僕がいつも考えてることはこの文句のことと <laughs> 君たちのことかなフフフだフ飲みすぎた「ちびの瞳にキャンパイ」 あ見てごらんよこの夜景を <laughs> まあどんな夜景と比べても君の方が綺麗だよ <laughs> 君の方が綺麗だね <laughs> 僕ったらなんて当たり前なことを言ってるんだ <laughs> 君が望むならあの月も

プレゼントするよフフッ大用心届け <laughs> 主人さんはいあとなんかイケメンの言葉あるかなあとは意気込の言葉 <laughs> <laughs> じゃあこのコースとあのアワビーのコース一つずつ <laughs> お待たせしましたアワビーのコース いただきますおいしいね <laughs> でも君の手料理の方がもっとおいしいんだろうな僕と結婚して毎日君の料理を食べさせてくれないか <laughs> <laughs> あ,あ君の瞳はないほどあいただきました今日は来てくれてありがとう 大事な話があるんだ。君のために世界一のダイヤモンドをプレゼントするよ。あ、間違えだ。僕のした僕としたことが世界一綺麗なダイヤモンドは君の瞳だよ。<laughs> <laughs> <うわ> <laughs> 何言ったんだやの。 一緒にしようありがとうどうもありがとうみん,なみんなありがとうどうもどうも皆さんありがとうございますまあどうもどうもどうもうん <laughs> 噛んだのかごめんちょっとあのいつも言いすぎててさちょっと言いすぎて噛んじゃったっていう感じかなごめんということで皆様58分ということでそろそろお時間の方がやってまいりましたそれではランキング発表をしたいと思います ランキングハッピーオチャイム。えー、13位、カイスさんありがとうございます。12位、キラキラボスさんありがとうございます。11位、あっ、ポケッつったよ、今、いたよ、いたよ、よちよちよち、痛いの痛いの飛んでいけ。皆さんのところに飛んでいけ。えー、12位、キラキラボスさんありがとうございます。11位、ユーマさんありがとうございます。11位、コウジ先輩ありがとうございます。9位、ヤニオさんありがとうございます。8位、キクイちゃんありがとうございます。ね位、ヤズリオさんありがとうございます。 六井熊代さんありがとうございます。小池莉香さんありがとうございます。四人倉香樹代さんありがとうございます。三人ハーさんありがとうございます。二園田さんありがとうございます。そして一はケン,ンパチさんありがとうございます。ケン,ンパチさんありがとうございます。イェーイケン,ンパチさんありがとうありがとうございます。でもね今のさ歌いに歌うの飛んでいけど思い出したんだけどさへあの中学校二年生の中学校中学校二年生の時にねあの幼稚園に行ったんですよ。 幼稚園で保育園か保育園に行ってあの職場体験ということで保育,保育園に行ったんですよねでなんかちっちゃい子が転んじゃったんですよ転んじゃってで友達がねあの部屋の友達2人で行動しててでじゃあ3人で行動してたんですよそしたらその,あの,その目の前でちっちゃい子が転んじゃったんですよねでその,あのその3人のうちのね1人がね大丈夫っつって。 痛いそっか痛いよねーみたいなでもその子泣かなかっただから泣かないで偉いねでも痛そうだねーっつって「分かったじゃあ痛いの痛いのあの子たちのとあのあいつらのところに飛んでいけ」って言われて平野たちのところに飛んできたんですよ痛いのがだからもうその,友達房の残った二人の平野とその2人の友達で全力で痛がりましたうわっうわーうわみたいな感じで全力で痛がったらその子めっちゃびっくりしてました。<laughs> 全力でね痛がりましたよちゃんと <laughs> うわ、うん、あー痛っみたいな <laughs> そんな感じでねずっと全力でね痛がりました <laughs> はいということでキャッチフレーズをしたいと思いますひやの子もっともっとって言ったらおくもっとって言ってください行きますよもっともっとおくもっとありがとうございます笑顔と元気を届けます広島県から来ました十六歳のん,んことおくもとひやのですよろしくお願いします とということで皆さん今日も見てくださってありがとうございましたまた明日も8時からしたいと思いますのでぜひ見てくださいということでひらちゃんは、えー、この後はえっと大悟人格をしてお風呂入って寝たいと思いますありがとうございましたバイバーイ3210アデューバイバーイバイバーイバイバーイバ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 イ